重大な発表があります。怖すぎる。本日棟梁は来ません。嘘でしょそんなことあるんですか。え、来ませんが3つやってほしいことがあるそうなので、はい、はい、ということでした。嘘だよ。そうでしょ違う、まあ、前回も相当だったんよ、ゴミ捨ての量が。そうですよね。違う、なんかさらにすごいことになってる。それを今日やれって棟梁から。棟梁からで、その棟梁は今日は来ません。おかしいんや、それが。いや、到着したはいいけど、ひとみさんの指令ってその小屋とその中にあるピザ窯とをまず壊すんだよね。そうです。で、中の壁も抜くんでしょ。はい、抜きます。なるほどね。まあいろいろ突っ込みたいところがちょっとあるんですけど、それどこじゃないんですよ。あとこれそうなんで、これがおかしい。なんかあれ、これもおかしいんだけど、これそれもおかしいのよ。新しいのを用意しました。そうだよね、前回パンパンにしたはずなんだけど。終わりましたよね。いや、掃除したので新しく出るのは当然だと思うので、これをちょっと頑張ってやりましょう。これは、まあ、前回と同じように投げていくわけですよね。はい、こっち側にあるだけでも、ね、全然。あ、そうですね。いや、でもまだ楽っすよね、こっちの方が。ちょっと減る気がしない。あ、表細いのかどうか。なんだこれ。え、なにこれ、しょぼくない捨てんの。ちょっと。え、ね、しょぼくない。ちっちゃいのから選んでます。小枝レベルのやつ。せーの。これで全部切る。そして、いけてないですか。ここ全部切る。よし、行った。はいよ。そっち行けてます。多分行けます。はい、上げます。せーの。これね、暖炉の方、レンガの方に抜かないとダメかも。逃げろよ。に頭引っかかるぞ。剣入れとけ。二人で逃げちゃえ。いいじゃん。指示通り。指示。はい、壊す。壊す。一発打ってみましょうか。うん